Hang o u with Harry。皆さんご無沙汰しております。久しぶりすぎてね怒られそうですね。はいさあ最近さザグレンリベットのを<お>ザ初対面に出てましたよね。<laughs> 出てます。対面相手は、はい、元サッカー日本代表、はい、稲本さん。いやもう夢のまた夢ですよ。<laughs> 本当。難勝ですよ。難勝ですし。 そ、ね、それこそアーセナルだったし、うん、日韓ワールドカップ我々にたくさんの夢と感動を与えてくれたもうマイヒーローでございますよ。 まあ、憧れっていう思いが強すぎて、うん、いやだから動画の中でもねそれはねもうめっちゃ感じましたよいやいやだってもう完全ファンですよ私はそうトップアスリートとファンが対談するとこうなるよねっていう動画になってたねなかなかないですよねその設定って <laughs> ないないないどんな内容かっつうのはまあまあ,あの皆さんぜひざぐぜひとも見てください、うん、下にねしっかりとね概要欄にねリンクありますので来園見てほしいですああのねそのねそれなんですよ ザ・グレンリベットの初対面あれねちょっと僕引っかかっちゃってあ、どうしたんですかせっかくあれいい動画だよ、うん、いい動画だったんだけど、はい、あのねその稲尾さんもハリーさんも、はい、グレンリベット飲んでるのにちょっともうちょっと感想言ったらどう <laughs> <laughs> いやいやその企画の意図がねその誰目線ですかクロートグレンリベットをね <laughs> 飲んでどうとか言う 企画じゃないのはよくわかってるんだけど、あの私ウイスキーフリークなんですよ。ミスターワイが意外でしょ、<laughs> <laughs> 意外なんですよ。ミスターワイウイスキーフリークだろ？そうめっちゃ、<え>酒は弱いんですけど。そうなんですか？なん,すなんかお酒飲んでるイメージあんまないですよ。なんかずっとゴルフやってるイメージしかないですけど、<laughs> そ,うそうそう、ね、全然飲まないです。 へえー。でもウイスキー大好きで。え、ウイスキー大好きって、どれほど好きなんですか。好きって、うん、何なんですか。好きって。好きね。はい、うわ、何これ。え、嘘、これ店でしょ今ちょっと画面出て、出てますけど。これお店でしょ大丈夫ですか、これ。ね、三百本ぐらい。これ奥さんなんて言うんですか、これ。奥さん、あの、関係ないから。<laughs> 奥さん関係ない。<laughs> 会社の,施設の。施あ、そっか、そっか、会社の施設ですもんね、はい、これは。で、僕はあんま飲まないんですけど。その、うん、ほら。コロナ禍で。 みんなでなんか打ち上げとかできない時期とかあったじゃんはいはい,はい、はい、でコロナ明けた後もしばらく続いたでしょはいはいはいでその大切な仕事仲間を呼んで、まあ、みんなに飲んでもらおうとえ何がそんな好きなんですかウイスキーウイスキー好きなの何にハマったんですかもちろん味もそうだけど、うん、そのね一歩一歩にやっぱりストーリーがあるんですよストーリーねストーリーもちろんグレザ・グレン・リベットにもあるよ歴史歴史,歴史もあるし、うん、そのクロフトマンシップ クラフトマンシップ、はい、いわゆる職人技いやいやえっとねそれね違うのえっとねニュアンスはちょっと難しくて、はい、クラフトマンシップってそう技とか技術というよりも職人ああ<ー>どっちかというとそっちですなるほどねなる,な,なるほどねなが見ると 稲本さんとかハリーさんがグレンリベッザ・グレン・リベット飲んでどう思ったのかなっていうのがちょっと知りたかったかなああごめんなさいもなんか味ももちろん美味しいんですよ <laughs> 好きなんですけれどもで僕もハイボールとか積極的に飲んだりとかうちの親父とかがもうウイスキー大好きだったんですけど、はい、ちょっとドクター、y ・ワイミスター・ワイの <laughs> 領域には立ち入ってないっていうか <laughs> いちょっと分かんないですねそのなんかウイスキーのにその人生かけるぐらいの人生かけてないですか <laughs> マジでもう趣味のレベルじゃないじゃないですかお客さんに飲んでもらおうっていうね、あ、あ<の>そういう意味も込めてですかそういう意味です<ー>、うん、今ね世界的なウイスキーブームですからそうなんですか若い子なんてめっちゃウイスキー飲んでますよへ若い人も若い子女の子たちマジで<ー>えでもさレベルがちょっと高いじゃないですかウイスキーいやそこはまたちょっと飲めないんですよねって言われるのが<ー>なんとなくのイメージだったんですけど意外ですね や,じゃんやばいですよちょっと把握しとかないとダメですよいや知っといてください<ー>だからハリさんねザ・グレン・リベットの動画出たんだからさ、はい、でそこで僕は味をハリさんがどう感じたか知りたかったからもうね今日は、はい、ね「ミスター・ホワイ持ち込み企画の第3弾ですいや僕ずっとね <laughs> あの今日う何も俺企画準備してないし大丈夫なのかなと思ってたらなんか怪しいなと思ったらそういうことだったんですね今日うはめっちゃ仕込んできましたねえ、はい、なんか機材がずっとカラン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 してるからさ <laughs>、はい、なんか持ってんなと思ったらななんか持ってきてくださいってことですかじゃあちょっとさあやってきましたザ・グレン・リベットテイスティングのお祭り <laughs> ごめんなさいいきなり来ちゃいましたよ ままあまあいいやつですよこれまあまあっていうか分かんないんですけど分かんないよね分かんないんですけど <laughs> はいファンダーズリザーブですファンダーズリザーブじゃあ開けます、はい、これこういうふうに開けちゃっていいんですか、えー、ぐるっとやっちゃってくださいぐるっといっちゃいますまずはねストレートでちょっと香りと味をたくさん飲むのでハリさんちょこっとずついきましょうねはいわかりましたこれこれ全部外しちゃっていいんですかえっとね上そのそのテープから上が外れちゃいます あもう開けたこともないのね、あんまり、ね、ウイスキーボトルあんまりないですね開けますはいうわなんか思ったほど超濃厚っていうよりはあそうかもね甘さっていうのがいきなり伝わってきましたね,、うん、ねいいですね本当いいですねど素人じゃないですかいやいやいいんですいいんです ちょっっとそのグラスに注いいいいででください継ぎ方ってありますいやないですやな別に気にしなくていいです、はいはい、あのマナーとかもないので,でも本当ともう舐める程度でいいんですよねはい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 ですワインのテイスティングってこんなことしたら空気と触れたりするじゃないですか、はいうん、もうあのウイスキーもそんな感じです分かりましたまずは香りから 甘いですほんと甘くてはいなんかアルコールならではのあの香りあるじゃないですか、はい、それを省くと僕はフルーツよりでちょっとまろやかな香りに感じますああいいっすね優しい優しい優しい気がする<お>、うん、テイスティングノートにはねあの甘いオレンジとか 甘いオレンジあじゃあフフフルルルテテティーなんす、ね、ィィはも近いじゃないですか,ですかオレンジとかあとシトラスフルーツとかってシトラスか感じますシトラスってでもちょっと切れ味があるじゃないですかまあ言われてみればただもうや優しいまろやかな香りが気がしますけどではファウンダーズ・リザーブいただきます おあえ超クリーミー何これえ嘘嘘嘘,嘘嘘嘘嘘嘘嘘。いやビビったビビったビビったちょっと待ってくださいこれウイスキーで初めて味わう興奮なんですけどもなんか味が3つぐらいあります3段階ぐらいあって、はい、最初はあでもやっぱりウイスキーなんだな、えー、結構強いなんか英語で言うとパンジェントでも貫くようなあのウイスキーならではの味わいがあったんですけども そこからまず来たのが甘みです、うん、で途中この甘みっていうのがフルーティーっぽいんだけどいきなりまろやかな僕はさっき香ってたようなまろやかさ、うん、そこからそのまろやかなクリーミーな広がりとともに急に一番最後はさらにまろやかになるっていうちょっとねビビりましたマジでなんかま。まるでちょっと ハヤシライスの中に実は結構バター入れてる時ってあるじゃないですか、はい、ってあのバターのまろやかさがまるでウイスキーの中に入ってるような気がしてこれ、えー、ハリーさんねあれなんですよあのね多分それ今ハリーさん感じてるのは飲んだ直後というよりも飲んだ後の余韻っていうところかな、うんかね、クリーミーなんですこれテイスティングノートにもそう書かれてますクリーミーだってクリーミーって言葉書いてあるんですか、うん でマジで特徴はね本当だクリーミーミ、うん、フィニッシュっていうんですねクリーミーあの最後の余韻というかね、うんうん、あのなんて言うんですか初めの感じは結構ね僕はねそれねオレンジやっぱ感じんですよマジでオレンジとかちょっと洋梨っぽい感じっていうかもう香るだけでズンってきますよね <laughs> 脳に直撃するっていうかこのいいよね カリビアンリザーブだってさキャリビアンっていうとさ皆さんだってもうカリブ海ですからさっきの甘さとどう甘さが変わるのかめっちゃ楽しみ、はい、このね、はい、あのカリビアンリザーブはねあのカリビアンラムを熟成したオークダルで仕込んだやつですもう絶対じゃあもうラムの,あの絶妙な甘さっていうのが来るわけでしょどうでしょうね きっ,ときっとそういうにおいしさを開けます全然違う全然違う,う全く違ういきます最高な音え意外です 結構意外、なんかなんだろう鼻がもう慣れちゃったのかな何だろうさっきよりさらに優しい<ー>、うん、キャラとしたら、えー、学校に一人いるじゃないですか <laughs> 先生ともクラスのやんちゃな人とも、はい、トラブルメーカーともうん誰とでも話せる。 ような生徒会長みたいな人キャオールラウンダーキャラってそういうこと野球だったら3割バッターでありながら盗塁もまあ20盗塁ぐらい、ね、そしてホームランもまあ20本ぐらい打てちゃうみたいな超オールマイティちょっとわかりませんちょっとわかりませんか <laughs>、はい、いや優しすぎるあそう優しすぎるしさっきの,あのシトラスとかそういうフルーティーな切れ味も全くないですお<ー>、うん じゃあ飲んでいますけど。うん、おお。この後味が、うん。あ、何？後味のこのハチミツみたいな甘さ。お。ん？なんだなんだ。さっきと違う。さっきと違います。うん。さっきの方が飲んだ瞬間に、脳に直接。 訴えるような切れ味っていうのがあったんですけど、うん、こっちはもうなんか表現としておかしいかもしれないけど超優秀なオールランダーですこれハイボールにしたら一番飲みやすいかもしれない<ー>、うん、一応ねそうあの公式のねテイスティングノートにもすごい非常にスムーズって書いてあるんですよスムーズね うん、こういう波がないような優しいストレートなへえ洋梨と赤りんごの甘い香りに熟したバナナのシロップ漬けのトロピカルな味わいが加わる見つけられたいえ <laughs> 赤りんごあ洋梨はちょっとわかるあいるペアペアっぽい感じはすごいいるかもしれないけど赤りんごはまだわかんないですね で言われてみたらシロップっぽいその甘さっていうのはあるかもしれないけど、うん、うまいべうまい,うまいもうそれだよねうまいだよねめちゃくちゃおいしい大人の階段を今ものすごいスピードで上りながらなんか極楽に向かっているような気持ちです今 あもろもろじゃない,いやもう酔っ払ってきてんな今はってもろんかまるでえっとえー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行ったら「ハリー・ポッター」のバタービールってあるじゃないですかはい、はい、みんなここにつけるやつねあのような甘い香りがしますよあそうめっちゃ甘いっすよえー、笑っちゃうぐらいシロップえー ちょっっと待って、これハマるかもこれマジっすかえ、だって30秒ごとに味わいが違うんですよいやそうですちょっと転がされそう <laughs> 転がすコロ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 誰になんかあのー、いるじゃないですかそういう方って <laughs> 女性ですかいやな,なんか昨日まではすごい仲良かったのに急に音信不通にないはみたいな何なのみたいなはい,はい、はい、な振り回してくるはい。 振り回してくるあのスターのようなあの魅力を持ってるウイスキーやばい <laughs> ちょっと乗ってきましたね、うん、来たね乗ってきましたねザ・グレン・リベット18年です。ここからちょっとどんどんね年数とともに、うん、さあどう変わっていくかですね味がどう変わるのか楽しみです行かせていただきます、はい では<ん>オープンしちゃいますよ、はい、もう色はだって一目瞭然だよねいやだってもうどう考えても濃厚じゃないですか一番濃くないですか21がやっぱり濃いけどあ本当だ、うん、これまでと比べるとやっぱ比べるものにならないぐらい全然違います一気に濃厚になってね、うん、ねもう別世界別物ですよ、うん、この濃さが味に対してどういう違う波を持ってくるのか、うん ウエイトわおえどうですかちょっと待って濃厚になるの何だろうと思ったらもうほぼ甘さがもうあそうスーパー濃厚ですよあ,あでもそうかもいきますこ<れ>一,一応情報入れといていいですかはいこれね樽はね ファーストフィルとセカンドフィルのアメリカンオークダルとシェリーのアキダルだって、mm hmm. アメリカンオークとシェリーのアキダルキュウイガーお o 濃厚っすね本当。<laughs> 濃厚なんだけど一番そのなんか ファーストタッチっていうか口の中に入った瞬間はその甘さっていうのがバニラ感もあるんですけどむしろかなりフルーティー<あ>強い、うん、その通りもう自分の襟を掴んでくるようなインパクト <laughs> フルーツがいやフルーツしかも <laughs> ちょっと何それレモンとかシトラスよりは<う>あのみかんオレンジタンジェリンとか。うんうん こんな感じ <laughs> みかんがてめえふざけんなよって大量のみかんが僕の今ここ掴んで <laughs>、えー、こんな感じっすようんそれねきっとねあれっすよ <laughs> 公式のテイスティングノートにも「強烈な甘いオレンジ」って書いてるんですよぶち上げ <laughs> これ食みつかむのが強烈じゃないですか <laughs> 天才じゃないですか、うん、ばっちり感じてるうまうまいけど飲みやすさで言うとあのキャリビアンの方が飲みやすさはあると思いますい、うん、だからこれは僕あの喫煙者じゃないんですけれどもイメージですよものすごく苦いあのシガーと一緒にたしなむものなんじゃないかなっ一生思っちゃいましたいやまさに完全にイメージいやイメージじゃない僕はね、うん シーガーと一緒に飲んでます。あ、本当ですか。うん、やっぱりそうすか。これ急になんかちょっと人が変わりましたね。あでもそう,、うん、そう、そうだと思う。なんかあのいきなり上限の鬼と会ったような気がします。<laughs> なんだっけ。上限のさ上上限の誰だっけ。<laughs> あの無限列車の無限列車の人いるじゃ無限列車の鬼いるじゃないですか。はい、ゲームだったっけね。 そこから急になんか上限のなんか3匹にあったようなう感じがして赤座とかさ <laughs> そ,<う>そのそのレベルに急に行っちゃった赤座来た赤,赤座た <laughs> 赤座急に赤座立っていきなりこうねギ,ギター<や>ギターソロ入ってくる、ね、いや,いやレベル違う全然違うなんかいや,い,やいい意味であのレベルが違うって言ってそれぞれの良さがあると思うんですけど、うん、こいつはちょっとねあのー。 そうっすね、うん、サッカーで言うとイブラヒモビッチレベル <laughs> 伝わんね, <laughs> ね<ー> <laughs> えっとねサッカーで言うとじゃ,じゃあルーニーって言ったらわかりますよねはい、はい、ルーニークラスの人が来ましたよーいいールーニールーニー,いいールーニーっていうか重い存在感が説得力があるだからスカスカのコメントを言ってるハリー・スゲマと やっぱ長年のヨーロッパのサッカー最前線で戦っていたイナさんのこの違い,い違うそうだね、うん、そこだねイナ、うん、さん来たイナさん来たイナさん来たね,、うん、ねイナライブしちゃいましたよちょっと贅沢にハイボールいっちゃいましょうわかりました贅沢ハイボールいこうお願いします、はい、色がすごいよ本当濃いねうん これは今まで味わってきたあのザグネリンベッドの他のミスキーと比べてハイボールにしても存在感がしっかりと感じられますう、うん、そうなんだうん、美味しい美味しいやっぱ長期熟成そういうことだよね、うん、全然違います全然違うあるさ、一部の人はやっぱこういう長熟はストレートとかロックで飲むべきだとハイボールはねちょっともったいないよっていう人もいるんだけど美味しいはねハイボールにしてもねい 美味しいけど僕だったら、まあ、料理ももいいいかもしれないですよだけど料理よりはちょっとあのデザートとかちょっとしたおつまみと合わせるぐらいがちょうどいいかもしれないですね。うん、ウイスキーだけを楽しむ、うん、なんかウイスキー主役でもいい、うん、ここだとやっぱ主役主役ですそうだよね主役主役そう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 ピンスポピンスポ当ててもいい人この人はピンスポ欲しがる人 <laughs> そういうタレントいるじゃないですかピンスポ当てて当ててみたいな、はい、ね ここ私だからみたいな、はいいね、今あなたのターンじゃないのにいや私だからっていうふうにトーク入ってくるような人誰とは言いませんけど、はいね、うめ、んね、<laughs> 最高ナイスワン <laughs> 最高ですもうちょっと味教えてよと味,味わいとか香りとかフィニッシュはねもしかするとドライフルーツ系になってないああ分かるえ 先に行ってくださいよ <laughs> <laughs> ドライフルーツっていうのはわかりますオフィシャルもそうなんですかそうなんですあのフィニッシュはねレーズンとスパイスで長く続くスパイスかーそうだクいそ,その表現欲しかったわスパイスわかりますうん。ちょっとランニングの話に繋がっちゃうんですけども、はい、初めて厚底シューズを履いた時のあの快感 <laughs> 分かんない踏み込んだ瞬間に勝手に前に飛ぶあの感じ<ー>そう僕が、えー、このえっ、ー、と、バッジレザーブでしたっけ18年でいいですザ・グレンリベット18年、はい、ランニングシューズで例えたら <laughs> ナイキベーパーフライネクストパーセントのあの時の衝撃いい <laughs> <laughs> いてたぜしばらくてはいてましたよネクストパーセントね,ね今でもペーパーフライよくはいてるんですけど、ね、も当時だからもう結構前ですよ。23年ぐらい前の時にあの緑とピンクシリーズうんやば <laughs> それなりに仕上がってきましたよいやもう顔おかしいよ顔おかしいですか顔おかしいですか戦闘態勢戦闘態勢戦闘態勢整ってます、うん、なんかあれだねお酒飲んで女の子とさこういう隙があると 女の子はコロっといっちゃうんだろうね、きっとこれ好きだもんね、完璧にねどこが好きなんですか好き見せてるえ今好き見せ見えちゃったずるいマネージャーがずるいって言ってんの、どういうことなのよ、それどういうことだろうねどういうことですか、ずるいってずるいの何がずるいんですかいや、もう気づいてないっていうのもねそれがずるいね。いただきました、ありがとうございますじゃあ、最後ですね総対総無罪いっちゃういや、もうこれ実はねはい。 次は二十一年なんですけれども、いやいやこの上にね二十五っていうのがね、そうなんですよ。ななんかあのあ,あるんすよ。二十五年本当は今日あの来るはずだったって。相当入試困難なんですよね。そうそうなんです。二十五は二十五はなかなか。飲みたかった。ね、まだ二十一も行ってないのに二十五飲みたかった。二十一行きますか。 はい、有さんあの本日はいラストラストありがとす総大賞です総大賞っつってますねちょっと格悪いねやでもでも横綱でしょ横今日今日のねね今日の横綱ってことですよねはい21年行きましょうかラベルもこれ取っちゃっていいんですねもう取らないと飲めないですこれいくらぐらいしたんですかこれはね21は多分ね僕ね3万円ぐらいで買いましたえそれでもね21年3万って この今のウイスキー相場だと安い,いや安いとは言えないかもしれないけど、はい、あの比較的買いやすい買いやすい超熟を飲みたかったら、まあ、すごいおすすめ21で3万円で買えるから Let's go2121 年 THE サンプルルームコレクションだって<ー>かっこいいね,いいねネーミングが開けちゃいますよ、はい、これ初めてなんですね m スターワ r モン。おお o おお総大将エンザハウス行きます。<noise> hello, hello! 明らかにもう。 茶色じゃないけど、色としてはなんて表現していいですか、ね、茶色はやめて。はい、茶色はやめよう。テイ <laughs>、ね、スティングノートには、茶色は土ですもんね。テイ <laughs>、はい、スティングノートには、美しく輝く琥珀色って書いてます。えー、美しく輝く琥珀色。琥珀,です琥珀色。琥珀色ですよね。<laughs> 琥,珀ない琥珀色だよね。<laughs> あの、先ほどのその黄金色とかゴールデンな色からは、この もう高級なもう高質な琥珀色ですよねもう一段階深くなってるよねうん。深い深い、うん、それですよそれもねこれただ差は18年から3年ですからねこの3年で何が変わるのか、はい、ああとねちょっとさっきの,あの樽の情報言っておくとこの21年ですねファーストフィルオロロソシェリーダルトロンセオークコニャックダル で、ヴィンテージコルヘイタポート樽の3種類の樽でフィニッシュしてますコニャックなんだコニャックも入ってますあ<ー>シェリーダル、オロソシェリーダルね、うんはい、なのでまあ樽が違うからカラーも変わりますよねわーお おおああいや猛烈にリッチですよ、うん、その深みそして何だろう途中なんかさ甘みでも過去にあったバニラとかシロップと違って超リッチなダークチョコレートおー、うん、チョコレートっていろんなチョコレートあるじゃないですかはい、はい、でも 深いもうカカオがめちゃくちゃ効いてるチョコレートのような味がありその中にも過去にいろいろ顔を出してきたフルーツっぽいうんドライフルーツっぽい存在もいればあのねジンジャーっぽい甘さだったり<ー>もう甘さでも深いそして強い甘さっていうのが <laughs> 東西南北じゃないけど 違うう方面からるよな気がしますね公式のテイスティングノートにはしっかりと「チョコレートコーティングされたジンジャー」えジンジャー入ってんの味わいですマジっすかで、ジンジャーは入ってないですよその違う違う味わいとしてテイスティングノートにはそうやって書かれてますだから強いじゃないですかチョコレートコーティングされたジンジャーですよだからもうシロップとかさそういうバニラではなくってことですよね 感じれますねちょっと嬉しいかも <laughs> 嬉しいいよね、うん、いやそうなのよいや、チョコレートっていうのは、ま、色もなんかそういう風に見てちょっと感じた気がするんですけどこれ長熟系はね結構ねこのキャ,ラメリキ,ャラキャラメル感とか、はい、チョコレート感とか来やすいのよ。でそれだけじゃなくてちょっとやっぱりちゃんとフルーツいるでしょう,んうん、うん。ね。 香りですけど公式の,あのテイスティングノートにはキャラメリゼした洋梨とジューシーな桃シナモンやナツメグのスパイシーな香りああ<ー>スパイス効いてるんだやっぱり桃いた桃は分かんなかったな <laughs> でも今までいたフルーツのそれぞれの顔がいるっていうのは確かでした、うん、なるほどねやっぱザ・グレン・リベットって通してやっぱ一つのなんか表情っていうのはあるんだねそれがあ,あった上での こう、また違う顔っていう、うんうん、イメージ元気玉わかんないっすわかんないっすか, <laughs> か,っすかどういうことですか元気玉 <laughs> みんなさ、力をさ、捧げる感じ、はい、で全員一つになって一つの元気玉をなんかぶん投げるようなそんなとんでもないあのー、さまざまな顔を持つうんエクサシー案件だと思っちゃいましたけど俺でもね、あのこれがねああ、ちょっと待って キャラメルがやばい今口に入れようとした瞬間こ,のここのこのキャラメル祭り <laughs> いやーすーごいよこれすごいっすよ今わ、ね、かりますようわわ <Wow> あのね公式ホームページにはね「はい、これ21年」っていうのはザ・グレム・リベットの商品の中で最も複雑な風味が バランスよよく調和すすするってて書いいますそういうことですよねだから虹色の恵みがねいろんな形で解放されてる21年ってことですよねちょっとちょっと意味分かんないですけど <laughs> <laughs> いやちょっと待ってやはりのね初めに戻りますよちょっとあの僕がこのタイトルコールしたじゃないですか「ザ・グレン・リベットのクラフトマンシップの真髄に触れてみよう」と。うん ここですよ、うん、あのやっぱね普通こう21年間1つのものもを作り続けるってしなないいじゃないそれをそもそもできる生き様っていうか、まあ、職人さんじゃないですかある意味職人さんがその人生を捧げない限りその21年を通して必ずしも同じ方々っていうわけじゃないじゃないですかもしかして先輩方が旅立ったかもしれないしなんで彼らは そういういうに人生をウイスキーに捧げるのかとかさそういうことも気になるしっていうか現地行きたくなるよこれあとはやっぱその超プロフェッショナルの方でもいいし普通にザ・グレン・リベットの一般的なファンの方々と話して自分のこの直感っていうものは正しいのか正しくないのか、うん、ウイスキーの素人じゃないですかイギリス人なくせにそういうところもね話してみたくなりますね、はい、でも今日分かったのはハリーさんは味覚と嗅覚鋭いね いやーそりゃもうだってもうあとは基本的にそのウイスキーが好きっていうのがあってただただハイボールでしか楽しんでなかったっていうのが別にそれは間違いじゃないと思うんですよ間違いじゃないけどこのストレートで味わうウイスキーの喜びウイスキーを主役にさせる方がウイスキーの魅力を感じやすいのかなーって。 思っちゃいましたねねそうだ、ね、特にその長熟系、うん、21年とか18年はそんな感じだよね、うん、始まりのシングルモルトザ・グレン・リベット21年ハイボールですいただきますおおはあうわっ今あのはあってやったの後半にもう キャラメル感が口の中でねもう踊ってましたねストレートだとものすごく複雑な味わいなんですけれどもうんハイボールにするとこの絶妙なフルーティーなキャラメルっぽいだけどちょっとスパイシーな味わいが楽しめるっていううんめちゃめちゃうまいこれも 一人出しですよもう一人一人でもうコンプリートされてる <laughs> 一人でもう主役ですよ他に何もいらない、うん、<laughs> おつまみもいらないおつまみはちょっと欲しいかもしれないですね <laughs> これとちょっとドライフルーツとかねナッツ合わせたりとか最後にさハリさんちょっといろいろ今日4本乗りました、はい、けどハリ、はいはい、さん一ちオシどれか教えてください僕の一ちオシですかうん、うん ザ・グレンリベットと初めましての時はもうあの重量級のね皆さんよりはカリビアンリザーブカリビアンリザーブがいいかなと思いましたこれは安いもんね誰に誰に対してもおすすめできるから、うん、誰と誰とでも合うしどんな料理とも合う日常、うん、常に優しく自分を 見守ってくれながらなんかその時間を楽しませてくれるっていうのがまあキャリビアンかなうんいいよね値段もそうだし、はいえっと、比較的手に入りやすいしそうですそうなんですよ<う>ここはもう特別な時ですそうだね。特別な時特別な時特別な人と特別な一、うん、日そういう時にストレートで飲んで語り合うみたいなだから 定期的に僕大親友と会うんですけど、イギリスに帰って。で、カルトの一杯とかは、マジでこの21年とかね、一緒にロンドンのバーとかでも飲みたいなと思いましたね。さあ、ということで、<あ> Hang Out with Harry! 皆さん、ザ・グ e n ンリベット祭りでした。どうでしたかねえなんか ハンガーウ,ウィブハリー久しぶりだったけれどもこのウィスキー特集面白いからもう一回やってほしいなって思う方ねよかったらコメント残してください、えー、登録者の皆さんねもうほんとね長い間ご辛抱してくださってありがとうございますねよかったら登録していいねボタンもね押してくれたらとても嬉しいです、まあ、何よりもこのチャンネルのポテンシャルっていうかミスター Y がこんなとんでもないね武器を持ってたっていうことも初めて知ったんでちょっといろいろとね 今後もね、ウイスキーも紹介できたら嬉しいなと思ってますし、何よりもね、ぜひともザ・グレン・リベット、えー、稲本潤一さんとの対談見てください。よろしく !Take care! バイバイ